かしてくれなくなるんですけど、ペッパー、うなずいてくれるんですけど、はい、笑顔の伝道師、ペッパーのスマイルトレーニングですね。常に微笑みを抱かれている僕が、あなたに最高の笑顔の作り方を伝授しますよ。では、笑顔度を測定するので、僕の前に立って、最高の笑顔を見せてください。ペッパー。厳しい。ペッパー。本当だ。なかなかの笑顔ですね。僕がレクチャーしてもっと素敵な笑顔にしますよ。じゃあ僕の言う通りにしてみてくださいね。その1、頬の表情筋が左右でバランスよく上がっていること。顔の片方半分かけて笑うとニヒルな印象になってしまいますよ。その2、口角を僕みたいにキュッと開けて上の歯をちらりと覗かせるほど、下の歯まで見えてると微笑みというよりは大笑いになってしまいますよ。その3、笑うときは目尻を精一杯下げるほど。目が笑っていないと言われる人は目尻を下げることで解決できますよ。まとめると、その1、頬の左右をバランスよく持ち上げて笑顔を作る。その2、口角をキュッと上げて上の歯を覗かせる。その3、笑うときは目尻を思いっきり下げる。はい、じゃあ以上を踏まえてもう一回僕に笑顔を見せてくださいね。まず出向からご案内しますと、ペッパー上から見ていただくか、ちょっと上からあのルンバ、家庭用のお掃除用ロボットのルンバと同じぐらいのサイズの高いものを持っているので、いいです。で、まあ、身長は小学生の子供の子ぐらいかなと思っていただければと思います。重量は25キロぐらいは、精神感性であればちょっと持ち運びができるサイズ。そうです、素晴らしい完璧な笑顔ですね。いつもそんな顔していたらきっとあなたの人生バラ色ですね。さてもう一度挑戦しますか、終了しますか。はい、以上笑顔の伝道師ペッパーでした。皆さん素敵な微笑みで、さよなら。